私は植物系 YouTuber です。そうだったんだ。今日はこの、ダイソーで買った、ダイソーじゃないでしょ、なんとかプロダクツ、おしゃれダイソー、スタンダードダイなんとかプロダクツ、はい、全然そうです。はい、で買ったこのよくわかんない可愛いと思った葉っぱがありまして、これフィカスっていうゴムの木の種類のやつだね。そうです、すぐ名前とか種族名とかこだわる。髪の毛な、このカンカ可愛いやつをこのなんか丸いやつ、これも100均で買ったんですけど、これ植え替えようと思います。はい、でまず、知らないなりにね、まあ、この土はいらないわけ、この土は捨てようと思います。はい、これ出します。あ、しまいます。ここにね、ここに出す、ここに出す、ほぐしますね。これなんで土をあれするかというと、ここに虫さんがいたりとか、病気があれしたりとかする、とか、な気がする。なるほど、はい、これがなかなか取れないですね。あ、やばい、これ合ってる、これ早回しした、早回し、早回しするね、ここじゃ、あれ、これってさ、もしかしたら水の中につけてファファってやった方がいいかもしれないね。バケツみたいなやつで。どうする？そのままいく？すっげえ土の匂いするね。あとなんか色付きの玉出てきたね。出てきた。多分肥料だよそれ。ちょっとちょっと。これはすごくこう思い出をかきたてられる食感と匂いがします、これ芋掘り、芋掘りね、思い出しますね。最近やったの？幼稚園とかの時です。あれなんでやらされたんですかね。やらされたって、私は常々ね、レンコン掘りをやってみたいと思っております。お、レンコンって結構長いよねきっと。はい、腰ら辺まで使ってさ、どれなくかやるんですね。すっごい長い、なんていうの、ゴムのパンツみたいな履くやつで。そうそうそう、レンコンってあれ根っこの気根でしょ。レンコン、はい、そうなんだ。しゃ、人もいた、花開いたりした。あなたの好きな気根、気根じゃないの。気根好きっていう情報流したっけ。分かんないけど、植物紹介するときこれキコンって詰めてるような気がする。早回しね。うん、早回したね、ここは。これどう、ちゃんと綺麗になった方がいい？まああんまり根を触っちゃうとその機嫌悪くしちゃう可能性もあるよね。難しいよね、その辺が。ここにあるこの青い玉とか、なんかオスも凍ってるようにね。どうなんだろう、オスも凍ってガチ勢の方いかがでしょうか。帰ってきました。こんな感じで根っこが抜けました。上手じゃん。そしたらこういう感じでね、抜いていきたいと思います。いいね。まずこの焼き軽石砂を、だいたいそうですね、拳一つ分ぐらい、パンチ、これぐらい入れますね。いや、間違ってたら止めてんの。だいたい合ってるよ、今のところ。はい、それで、はい、そしたらね、これは化粧砂っていう、表面かっこよくするその表面の底面のやつなんで、これが砂になります。
まずちょっと軽くこうやってジャッて入れて、うん、これがね真ん中に来るようにねこう、うんうん、待って、うん、あちょっと待って、ちょっとねそこのタレを2つ2種類のタレをタレがあるんでこのタレを入れます、うん、まずねちょっと細かい方がオルトラン DX って言って害虫予防だね。虫が出てきたらやっつけたり虫を湧きにくくするやつでね。そうそういい感じ、もう大丈夫だと思う。ういういこれ2ヶ月ぐらいしか効かないらしいから。そうなのよ、そっちはねちょっと大粒だから、あそれぐらいにてもちょうどいいと思う。めっちゃすごい匂いする。うんそうなんだよ。じゃあこうやってね、こんな感じですね。そうですね、いいですね、慣れてますね。はい、これずっと散々見せつけさせられて見せつけさせられた。こういうのなんていうか知ってる？何？門前の小僧習わぬ経を読むっていうわけ、うん、知ってるこの言葉？わかる。門前の小僧が習ってない経を読んだびっくりみたいな、そのまんまやな。なんとなくうっすらこうなってないけど、小僧がな覚えちまったわってやつやろ、うん、初めてので、こういうね一人で植え替えする、こう大きい葉っぱのやつが可愛いって私は思うんですね。うん、思う。それは思うよ。葉っぱっつうのはでかければでかい方がいいんですよ、うん、まあでも部屋のサイズとの兼ね合いがあるからさ。いやそんなことない、ここまでもとにかくでかい方がいい、とにかくでかければでかい方がいい、うん、置き場所困ることはないんだ。じゃあうん、あ1枚の葉っぱのサイズね。はい、葉っぱでかい。なぜかっていうと細かい葉っぱの植物はね、うん、掃除が大変。あーそうだね、昔それ苦労したもんね。うん、よし、これで最後表面に、あここにちょっとこのつぶつぶを巻いてる気がする。ほんとね、まあそれは下にやったからいいと思うけど、まあ上にやってもいやもう、まあ、そんなにいっぱいなくていいからね。高みを目指すんで。高みを目指すの、はい、少しだけでいいよ。そしたら黒い砂があるんで、うん、これは手でいけるやるんだ。荒々しいの、なんであのスコップ使わないんだろう。でも混じっちゃうから。え、そうなんだ。まあ、手でやる人もいるけどね、一定の流派としてそういう流派の人もいるよ。感じたいんだよね土を、うん、大地を引いては、うん、アースアースをね、うん、こんなもんしょ。めっちゃ上手やん。そうなんだよね、門前の小僧だからね。門前の小僧がね、うん、習わぬ経を読んだわけだ。うるさいな。最初に言ったらそっちやん。得意げに。よ得意げに今教えてもらったの、今覚えたことわざをよ。よいしょ、これでできましたね。おー、これはもう少しこの黒いところを埋めようぜ。追加してもいいか、土、うん、の方がちょっと綺麗になると思うよ。いいねいいね。そしたら、はい、最後ににじん抜きっていって、うん、洗面所とかキッチンとかで水を上からかけて、うん、細かい砂が出てくるわけ、はい、泥水みたいな、はい、それが出切ったら完了。わかりました、初めての植え替え、はい、さあ、星いくつでしょう。え、私がやるんですかそれ。そうだよ、もう一回言って。じゃあ初めての植え替え星いくつでしょう。星3つ。待って、少なくない？え、違う、3つが最高なんだけど。そう、ごめん、5だと思ってたから、ちょっと切れちゃった。だ、そんな感じで。はい、上手だね、ほんと。うん、すごい上手じゃん。そう、持ってて。フィカス
ティーネケだっけな、あのね、そこはいい名前で選ぶのあなたは。いやいやいや、人のことを上手にできたね。声が聞こえたの、声聞こえてる、この綺麗な葉っぱの声が聞こえた、うん、聞こえたの、うん、だから連れてきた、うん、ただそれだけのことじゃあね、はい、お疲れ様でした。上手だったね。はい。